仲睦まじく手を取り合い歩く夫婦。どこへ行く時も手を離しません。6年前妻が認知症になったあの日から絶対に迷子にはさせまいと。大阪堺市に住む中静香さん夫婦。妻の弘子さんは6年前認知症と診断されました。脳の萎縮などが原因で記憶力や理解力が低下していく病気です。今は夫の誠さんが食事、洗濯、トイレの世話など弘子さんの日常のすべてを支えています。やった。あれがあるからね。新しく記憶することが難しいため認知症を発症してから引っ越してきたこの家のことはトイレの位置も覚えることができません。お見合いで知り合い結ばれた二人。6人の子供にも恵まれました。24時間営業のコンビニエンスストアを経営。夫婦二人三脚で必死に働きました。そして60歳を過ぎ仕事と子育てが落ち着きかけた頃、誠さんは妻の行動に違和感を覚え始めたのです。毎日食べるたびにこのご飯がね、今日はおかゆさんか今日はおこわかっていう感じでね、もう毎日こう変わってくるで、最初の頃はそれ分からんとよう怒っとったよ僕。いやお母さん何やねんこれで食べれるかって怒っとった。40年、毎日当たり前のように炊いてきたご飯、その水加減が調整できなくなっていました。今までやってくれたことがね、もう突然ともうあの専用になってくる。物を置いとくのでもいつもここ置いといてくれんのにそれがない、うん、字を変えてるのを見たら字がもうアンバランス、うん、もう踊り出す、まっすぐ書けない、うん、形にならない。 それを見てあこれはあかんわっていうことでね、やっと自分に気づいてくるわけ、うん、そんなことからね、あの最初が一気にねそれがドッとくるんじゃないですよ、ぼちぼち始まってくるの。それが初めて異変を感じた時から
1年後、病院を訪れると、ひろこさんは初期のアルツハイマー型認知症と診断されました。65歳未満で発症したため、若年性認知症と言われました。認知症の診断を受けたとき、やっぱりそれを思ったね。しもた、ちょっと思ったね。まあ、もっともっとね、やっぱり夫婦としての、そういう、絆やんかね、それをね、もっとやっぱり真剣に考えてね、やっぱりやるべきやったな、いうその反省はすごくあるね。それは持ってる。まあ言うたら、それが僕にできかけとったもんやからね、その分表今一生懸命やってるわけやけどね。認知症は多くの場合、ストレスが発症の引き金になると言われています。妻にストレスを与えていたのではないか、反省の意味を込め、妻は自分が見ると決めました。お父さん、今までこんなのなかったもんね。そうですね。私もあなたの化粧までするとは思ってなかった。ヘレンでピンサイドお母さん。ヘレンでピンサイドごっちゃん、また読みに行かなくちょっと今日上出来すぎるな。えらいこっちゃで。はい、ありがとう。認知症と診断されてすぐの頃、ひろこさんは外に出たまま自宅が分からず、警察に保護されたことがありました。それ以来、外に出るときは必ず二人は一緒です。この日はひろこさんが1週間のうちで一番楽しみにしている時間、歌を大声で歌うことで脳を活性化させる音楽療法です。妻にも好きなものがあったのか、誠さんは認知症になって初めてひろこさんの歌声を聞きました。認知症と診断されて6年目、誠さんはひろこさんの最近の症状にある懸念を抱いていました。はい、よろしくお願いします。どうぞおかけください。前回お会いしたのが5月の16日。あ、そうだね、はいはい。あれからどうです？ちょっとね、ややちょっとこうあれかな思ってね、自分がまあいいやんか、明日があるわとか言ったり、大丈夫大丈夫とか自分が言ってる。でまた主人にしてもまあ、いいや大丈夫大丈夫とか言って、そうしてもらった友達にも、あ、大丈夫大丈夫、うちも私もそうやってんよ、でも今元気よ、私も元気よとか言って、そのお友達に言ってる。ひろこさんは同じ話を何度も何度も繰り返しました。認知症の中期症状の一つです。ちょっともう一回あちらのお部屋で、はい、行ってらっしゃい。じゃあもう一回お話聞かせてください。はい、行きましょうか。はい、はい、あの話を延々とされるということは、
奥さんがものすごく不安になってるということですよね。あの繰り返しが出てくる時って不安定な時の証ですよね。なんかちょっと確かにおっしゃるように状態は悪いようですね。今日もトイレ行ってみたらもう便をもう表にしてるんです。これね、今までで初めて。認知症は薬を使っても根本的に治すことが難しいとされています。ひろこさんの症状もこの半年でまた悪くなっていました。夏になり、誠さんの気がかりがまた一つ増えていました。え？ちぐすすまん？最近食べないんですか？食こそな、ちょっと食べてな、ちょっと食べてもう終わりやな。ひろこさん、お腹の痛みを訴えることが多くなっていました。食べれなくなったな。食べるように努力するな。欲しいやろ。飽きまへんか。はい、お願いします。こんにちは。食欲が低下しているひろこさん、そのため週に一度点滴を受け栄養を補っていました。今までもう胃の検査もし、で大腸の検査も全部してもらったんですよ。その検査やってもらっても、もう異常がないということでね、まあ、おそらく認知症からの、神経でしょうという話なん。認知症は脳の萎縮などによって起こる病気。その病魔は神経に及ぶため、体にも異変を引き起こしていたのです。え？どこが？ちょ。どこが？釣ったみたいになってきた。どこ？これか？ここが見ながら。ちょっと待って。あとこっちに来た。こっち来た。ああ。助けて。ちょっとマッサージしますよ。はい、ありがとう。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。どこが痛い？痛いね。足のしびれを訴えることも多くなっていました。ここクーラー効いてるからちょっと冷えたんかもしれないですね。今6年前に入ったからね、診断から。せやからそういう時期が来てるのかなと思ってちょっとこう、思ってますけどね。まあ覚悟をね、覚悟をしていかなあかん時期も来るやろうけども、ちょっとそういうことが見出すとちょっとやっぱり、寂しになってきますね。進行する病に誠さんは焦っていました。中静香さん夫婦、妻のひろこさんは6年前認知症と診断されました。この日は夫の誠さんが計画し、ある特別な場所を訪れていました。ここ松並木、向こうからずっとな、向こうからずっと歩いて新婚旅行で訪れた京都天橋立です。
ここにな、46年前に来てんねん。あ、ほんと。お母さんと二人で。新婚旅行。新婚旅行に、うん、来てんの。うん、そう、ここ。あ、そう。なんでわかったんですか。来たっていうの。忘れられへんやん。新婚旅行やったらな、忘れることのできない思い出やんか。そういうことか。それでな、お母さんとここ行きたかったの。ああ、本当ありがとう。新婚旅行の記憶が曖昧なひろこさん。認知症は大切な過去の記憶さえも奪い始めていました。46年前に撮影した一枚の写真、妻の記憶を少しでも蘇らせたい、当時撮影した場所を探しに行くことにしました。乗ってな、水に当たって、うん、ここが濡れて、せいせいせい、それここからな、モーターボートで渡ってんの。なんかモーターボート着いたのが夕方やってみたいに乗って、でそこでね、あれやね、シャーッと飛んできて、それは覚えてん。この観光船に乗らんと、モーターボートで乗って、ほんで渡ってんの。そうそうそう、シャーッと来て、うん、濡れて、向こうが、ほんま、覚えてる、うん、すごい、そこまでは覚えてる。覚えている、誠さんにとって何よりも嬉しい言葉です。魚取ったりして遊んだもんね。おかしいよな、あの風景がないね。え、あの風景がない。もう何でやろね。46年という月日、8000本の松、写真の場所が見つかりません。ありそうな雰囲気や。これちゃうか、この松ちゃうか、これはこれちゃうか。誠さん、記憶を頼りに妻の手を引きます。これちゃうか、これらしいな。どこ行った、どこ行った、これちゃうか、ほらこれっぽいで、みんなこれっぽいで、うん、いやなんかガタガタ震えてきた。ちょっとお母さん、これ立ってね。ちょっと待ってよ、はい、ちょっとこれ立ってね、立っとってね、はいはいはい、立っとって。いや、もうガタガタ震えてきて、そんなことあらゆる。これやな、お母さん、ここや。夫婦のスタート地点、ひろこさんも記憶を少し取り戻しているようでした。ありがとうございます。感謝せない。ありがとうございます。すごいな、ありがとう、すごいね、うん、あるんだね、こういうことって。この見て、でもな、お母さん見てみ、この木の姿が、うん、お母さんをね、ね、うん、なんか表現してるみたいやね、うん、ものすごく頑張ってんだよ、これ。あ、そうかね、うん、あ、本当やね、もうあのな、もうボロボロなってても、うん、そう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 、ついてる、しっかりと、もう、うん、そうそうそう、生きたいながらの力をつけてるようなね、うん、そんな、そうね、そんな姿に見えるな、ね、うん、この松の木、ね、ね、これはほんまにすごいな、ね、頑張らないと、なんかお母さんをね象徴してるみたい、時の流れを表すかのように垂れ下がる思い出の松の木。
踏ん張って生きるその姿を妻の今と重ねます。嬉しい。涙。涙。涙お願いします。お願いします。時はリセットできないものだから、二人はすべてを受け入れ、今を共に生きる覚悟を新たにしました。年が明け、ひろこさんまた病気が進行していました。食べよう。はい、これでいいか。父ちゃん、父ちゃん、父ちゃん、ここ。あ、オッケー。自分のことすら忘れられる日が来るかもしれない。それでも妻は自分が見る、心に決めていました。まあでもね、こんだけ見てきたらね、僕もね、やっぱりこの人おらへんかったら不安がある、ね。うん、お世話ができるっちゅうね、うん、まあそれが自分に対して幸せに思っとるから、うん、うん、やっぱり、まあ神様ではないけども、うん、僕の生きがいでしかない、うんうん、生きがいでしかなくて生きがいやろな、うん。お母さん、別品さんしようか、はい、別品さんしようか。別品さん、別品さん、別品さんにすん。よし、認知症を受け入れた夫婦、いつもの一日が始まります。よいしょ。あ、素晴らしい。お、一人で気をつけるんだ。はい、よっしゃ。はい、よいしょ。はい、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 よっしゃ。はい、はい、すみません。すっごく良かったですね、お父さん。まあな、良かった良かった。本当本当。綺麗でしたよ。鳥も飛ぶんやろ。お母さん、人生振り返ってどうですか。お父さんと一緒になってどうなもん、どの。もう何にも言うことない。言うことない。ありがとう。言うことなしです。ありがとう。うん、大好きです。はい、ありがとう。あとは仲良く頑張ります。はい、ありがとうございます。認知症の人の数は増え続けています。いつ、誰がなるか、わからない病気です。